名古屋製糖株式会社はかつて存在した日本の製党会社。本社は愛知県名古屋市にあった。名古屋製糖の出資により事業を起こした共同入業は自社のウェブサイトにおいて名古屋製糖グループを日本最大の製党企業グループと表現している。名古屋製糖の社名を略した名陶のブランドは同社に残されている。名陶産業美和島工場。 名古屋製糖株式会社は、名古屋市西区、菊井通り1-1に、本社、東京都中央区日本橋小網町1-1に、本部を置く体制をとっていた。東京に、実質の本社機能があり、名古屋は陶器場の本社に過ぎなかったとされる。また、名古屋製糖の工場として、神戸工場、東京工場、名古屋工場の3カ所に製造拠点を構えていた。 会社構成法適用後の再建計画により、神戸工場は、丸紅、東京工場は、日照祝いに営業権及び付属施設ごと売却され、それぞれ新会社として再出発することとなった。名古屋工場は、名東産業美和島工場となった。日照祝いは、1973年9月21日、新名等と称する子会社を設立し、同年12月に、 名古屋製糖の品川工場において営業を開始している。新名糖はママインのブランドを展開した。品川工場は1993年2月に創業を停止し、翌月より千葉県市原市の新工場に移っている。新名糖については2001年4月1日、三井製糖に吸収され解散している。丸紅は同じく1973年9月30日。 神戸政党を設立している。神戸政党も名東神戸工場を引き取り、同年12月より再スタートを切った。神戸政党は1988年3月に解散し、現存しない。同社は1982年には生産を終了しており、砂糖の価格安定等に関する法律により、同社に割り当てられていた、シェア5.1%については、 1987年9月をもって取り消され、翌年5月31日に農林水産省により伊藤中世ほ他三社に再分配されたウェブ新聞書籍。ありがとうございます。